国道356号起点千葉県銚子市、銚子大橋前交差点国道356号は、千葉県銚子市から、阿鼻子市に至る一般国道である。国道356号、銚子市松木市町起点の銚子市から、ほぼ全線にわたってと根川と、平行し、香取市から、臨西市にかけての区間では堤防に沿って進む。その後、手賀沼付近を通り、 終点の阿弥越に至る路線で大半が片側1車線区間であるが市街地区間となる印西市木根地区及び香取市沢原地区では部分的に片側2車線区間となる一般国道の路線を指定する政令に基づく奇終点及び経過値は次の通り都根水橋ラインの道路標識印西市から阿弥越にかけては 平行する県道170号線青山バイパスの方が線形が良いため自動車はそちらへ迂回している。この路線は千葉県道路愛称名において都根水橋ラインが制定されているが同区間では県道の方に制定されている。阿鼻子市の JR 阿鼻子駅のすぐ西側で道路がループする坂道があるところは 最高速度が時速2 0トルに規制されており、一般国道でも制限速度が最も低い区間の一つに数えられる。前線を長子街道を踏襲しており、そのため旧道など市街地を通過する道路は、道幅が狭く、線形も悪い箇所が多数存在する。橋梁道の駅、ありがとうございます。